このチャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日はイギリスの老舗デパートジョン・ルイスという、お店に行ってきましたので、その時の様子をシェアするんですが、そこに行く前にちょっと用事があったのでアジアスーパーにも寄りました。こちらがその時の動画なんですが、もうね、業務スーパーなんでいろんな粉が売ってるんですね。豆の粉、ライスフラワー、普通の小麦粉、全粒粉、もうチャパティの粉、ね、同じ豆の粉でもね、その全ての豆の粉が揃うぐらいあるんですね。でミルクパウダーとかね、それを探しているところです。そしてファリーナという名前でポテトスターチが売っていましたので片栗粉をゲットしました。片栗粉をよく使うのでね、大袋で業務用を買ってるんですね。はい、ここにはね、大根とかかぼちゃとか、あと里芋とか、まあ、和食をやるときもここに来ます。感じがいいスーパーなので、アジア系ですごく感じがよくって、値段がちゃんと明記してあって、店員さんがいい感じのお店って少ないんですね。でもここはすごくいい感じなのでよくここに来ます。今日は大根と片栗粉などなどを買って、ジョン・ルイスに向かいます。そう、それで我が家はカレーをね、旦那が作る時も多いですので、スパイスが切れるとここに来るんですが、今回はね、ガラムマサラが切れていたので、でスーパーで小さい袋がだいたい2ポンドぐらいするのに対して、小さい袋が1ポンドで、ガラムマサラもすごいよく使うので大袋買ったんですけど、大きいのだと本当に5倍ぐらい入って2ポンド3ポンドとかで買えるんですね。でこちらはね、アジア系のお店に来ると必ず、アジアって言っても東アジアじゃなくってインドとかのね、アジア系のスーパーに来るとバジルシードのドリンクがすごい売ってるの。多分健康ドリンクとして当たり前の食材なのかもしれないですね。あとね、フラワー系のシロップ、これ使いようによってはなんかおしゃれな感じの料理ができそうですよね。お菓子もで、私料理教室やってる時にローズシロップの香りのするマドレーヌとかケーキとかよく作りましたね。カルダモンとか入れたりとかすると、ちょっとインド系のご飯やった時のマドレーヌでちょっとデザートにそういう香りの効いたものを出すとおしゃれになったりするんで、結構そういうレシピも考えたことありましたね。あとはスナック系です。うちの旦那が好きで結構買いますね、インド系スナック。私は一切食べないですけれども、ちょっと辛くて美味しいんですけど、ちょっと油っぽいかな。はい、ジョン・ルイスに到着しました。平日だっていうのに車の駐車場結構混んでましたね。やっぱりね、1週間前ですので、クリスマスので、学校がもう休みになっているところが半分ぐらいあるんですね。で地域によってまだあと1週間ある学校もあります。うちが引っ越す前はね、まだ休みじゃなかったです。でもこの辺りの地域はもうすでにお休みなので、小さい子とかもいるし、お母さんと一緒に買い物に来る人も増えるので、駐車場はね結構混んでました。でお店、デパートの中に入るとそうでもなかった。割とやっぱりね、クリスマスマッドネスはまだだねって言って話してて、比較的買い物しやすいし、ベンチとかも空いてて休みやすいし、もうクリスマス付近になると休むところもなくって、エネルギー切れになる、もう毎日もうそうなる人が多いと思うんです。買い物行ったらもう疲れちゃって、人混みで酔っちゃうし、休むところもないし、 でカフェに入ろうとしても空いてるとこないしみたいな、そういう感じになってくると思います。でもね、店内はもうこのようにクリスマスデコレーションがもうそこかしこに施されておりまして、でここはですね、ビクトリアセンターという、一つの大きなデパートなんですけど、その中にジョン・ルイスというデパートがあります。なんだろう、日本でいう西武みたいな感じですかね。まあ、ロンドンに行かないといけない
行けないあのデパートもたくさんありますね。例えば銀座の和光だったり、銀座にしかない ありますよね。松坂屋はまあどうだろう、すごい高級っていうわけではないかな。なんかそういう感じのデパートのいろいろランクもあるんですよ、こっちにも。でジョン・ルイスはね全国にあるので、どこって言ったらいいかちょっと分かりかねるんですが、ね、でまあ高級デパートの一つです、一応。はい、こちらはねホテルショコラというチョコレートブランドのコーナーになります。すごい美味しそうでしたね。ホテルショコラはうちは買わないですね。毎年クリスマスだけ買うっていう人も多いんじゃないですか。あのやっぱりお高いチョコレートですので、普段は買わないけどクリスマスの時だけちょっと楽しもうよみたいなご家庭は多いんじゃないでしょうか。チョコレートコインとかも一味違ったデザインですよね。中身は どうなんでしょう、私買ったことないでわからない。キャンディーケインですとか、あと缶に詰まったチョコレート詰め合わせとか、ペンギンの形のチョコレート、雪だるまの形のチョコレート、まあとにかくすごく可愛いですよね。その辺のスーパーとかお店ではやっぱ買えないデザインと、あのパッケージが ありますよね。デザインクッキーにしても何にしてもね、本当に可愛いです。こちらはクリスマスツリーのデコレーションができるセット、あとこれはね、あのノーティーなポップコーンのセットがクリスマスストッキングの中に詰め合わせになったもの。これはユニオンジャックの缶のジェリービーンズ、すごい可愛いですね。これもお土産に喜ばれそう。あとハリーポッターの杖の形のチョコレート、ハリーポッター好きにはたまらない。あとキャンディーキッズ、猫の形のグミですね、イートンメス味で、これが恐竜の、あの可愛い包み紙のチョコ、これはゴールドバーをモチーフにしたチョコレートバー。これすごい面白いと思ったんですけど、これね、あのパンケーキミックスじゃないの、クッキーなの。あのパンケーキを牛乳とか入れるとできるミックスって結構売ってると思うんだけど、これはねクッキーなの。だから、何を混ぜるのかな、バターを混ぜるのかな、ちょっと詳しくわからないけど、この辺はね子供と一緒に作ったら楽しそうなお料理のキットですね。牛乳混ぜるだけでできるよみたいな。でこれは缶に入った、ショートブレッド、必ずどこに行ってもありますねこの時期。あとノーティーなポップコーンシリーズですね。この辺はチョコレートとかキャラメルとかナッツがかかった、これも面白い。ピザのね形にできるクッキーのセット、甘いやつね。で恐竜系ですね、うちの長男が恐竜大好きでしたからね、ちっちゃい時だったら喜んだでしょうね。あとなくてはならないお酒コーナーです。シャンパンですね、メインは。すっごい目が飛び出るほどの価格の高級なお酒コーナー。そしてこれはねポークスクラッチングといって、豚肉の皮をカリカリにオーブンで焼いたおつまみです。あとこちらはあの いろんなジャーに入った食材がセットになった、これはパテですね、ワインに合いそう。でこれはあのアフタヌーンティーのセットなのでジャムですね。でこの辺も全部セット、チャツネとかあのチーズに合うね、クリスマスセレベーションって書いてあるパッケージもチャツネとチーズに合うチャツネね。でどの国でも共通、甘いとしょっぱいのコンビネーションで、チーズには甘いチャツネをつけて食べるんですね、クリスマスとかになるとね。普段からねやっぱり甘じょっぱいコンビっていうのはやっぱりありますよね、いろんなところで。でこれはトリュフチョコレートですね、シャンパンチョコレートとか。でこれはエッグノックチョコレートトラッフル、どんな味がするんでしょうか、卵黄の感じなのかな。このチョコレートブランドはまあ普段からすごく人気で、お土産によく買われる、ブランドですね。でこれは雪だるま型のチョコね。でこれは何だろう、ブランドですねまたね、ホールドワースっていうブランドのチョコレートセット、ま、チョコレートはもうどこに行っても本当半分ぐらいの割合を占めています、お土産のコーナー行くとね。それぐらいチョコレートが大好きな国民ということで、これはねクオリティストリートって言って、スーパーでもよく売っている一般的なチョコレートメーカーなんですが、もう明治みたいなね。でそれに自分で好きなチョコレートを詰めて買えるっていうコーナーがありました。それはねスーパーにはさすがにないかな、もともと詰まっているものっていう感じなので、やっぱりさすがジョン・ルイスという感じで。でこちらはね寒くて暗くて長い冬の夜を過ごす、ボードゲームコーナーです。
すごいボードゲーム大好きな国民ですよね。やっぱり冬が長くて、夜も長くて寒くて暗いって感じで、で、あのパズルのコーナーも結構あります。すごく素敵な、出来上がったら額縁に入れて飾りたくなるような、あの素敵なパズルがたくさんで、今ちらっと映ったのはペットコーナーです。すごいです。ペットのプレゼントの方が人間のより高いぐらいの高級なペットグッズがたくさんクリスマスのプレゼントコーナーにありました。この辺はね、またチョコレートとかマジパンとか可愛いですね。犬がねたくさんいましたよ、店内に。すごい可愛かったです。あのペットウェルカムなデパートです。続いてこれからはね、クリスマスの飾りコーナーに行きます。はい、クリスマスオーナメントがね、ここに来ると本当に可愛いのがたくさん見つかります。私も都営してから数年はずっとジョン・ルイスで買ってましたね。でガラスのものが多いので全部割れちゃって、今ジョン・ルイスで買ったもの1個も残ってないですけれど、もうちょっとは残ってるかな。でどれがあのジョン・ルイスだったかも忘れちゃった。でこれ、こういうあの文字を形取ったものでね、あのちょっとここであのティップスなんだけど、可愛いでしょすごい、ここの。でもね全部安くなるの。クリスマスの1週間前ぐらいから安くなって、クリスマスの後に行くともう半額以下になるので、あの来年の分を買いにクリスマス間近か後に買いに行くのをおすすめします。クリスマスの準備っていうのはみんな12月に入る頃にはもう始めますので、クリスマス近くなったらもうね全部バーゲンになるんですね。だから定価で買うものではないって私は思います。あのぜひバーゲンめがけて行ってみてください。これなんてもう5ポンドですよ、1箱。安くないです。でこれはミッキーの形 の、 あのオーナメントで、この下にあるのはガラスでできたミッキーとかミニーのディズニーシーム の、 あのボーブルです。これあのミッキーファンにはたまらないんじゃないですか。すごい、元の値段は高いですけど5ポンドぐらいにまで下がってました。こちらは日本人が大好きなウェッジウッドのオーナメントです。これ好きな人たまらないんじゃないです。私はウェッジウッド好きじゃないので全然興味ないですけど、これもね半額ぐらいになってると思いますよ。もう目指せジョン・ルイス、オンラインでも売ってると思うので、好きな方はぜひお買い物してみてはいかがでしょうか。こちらは、クジャクですね。私も鳥に弱いので結構鳥があるとちょっと見ちゃうんですけど、これはちょっとリアルすぎてあまり欲しくはない。でもうねこの時点で私まだ8割ぐらいしか見てないんですよ、オーナメント。でもう撮影しようと思ったらカメラがオーバーヒートしちゃって、あの全部撮れなかったの。だからまだまだあるんですね。だからクリスマスの飾りはジョン・ルイスすごい一番おすすめかもしれないですね。もちろんちょっと高いですよ、1割2割でもすごい可愛いものが見つかるので、特別な飾りを毎年1個か2個揃えていくっていうのはすごくいいんじゃないですか。あとユニコーンテーマはいつも人気ですよね、ちっちゃい子にもね。はい、クリスマスコアをね歌ってくれたりして、店内は本当にあのクリスマスな雰囲気でこうワクワクさせてくれるような感じですけれども、洋服ちょっと見たんですけど、洋服もですねクリスマスが終わるとものすごいバーゲンが始まりますので、あのぐっとこらえてねクリスマスの後に買おうって思いました。まあ、私は服は買わないんですが、小物とか全てのものが安くなりますの で、 でこの辺はね香りのプレゼント、イギリス人はね結構香りのプレゼントすると思います。お部屋に置くフレグランス、あの自分の肌につけるフラグランスはここには売ってないですけど、あの石鹸とかアロマ系のものでね、自然のボタニカル系の香りがすごく素敵で、お部屋に置きたいなって本当に思うような香りがたくさん見つかると思います。人工的な香りって私苦手なんですけど、キャンドルでも何でも、あのバニラっぽいこうきつい香りあんまり好きじゃないんだけど、あの自然のねすごいいい香りのがたくさん置いてありました。ということで駆け足で老舗デパートジョン・ルイスのクリスマスの様子をお届けしました。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。